この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、キモいよ。さあ始まりました月スポですが、どうしましたか今日。これからクレープでも作りそうな感じですけど、これだけでしょ。なんか意識してるんですか。ん、意識してるんですか。あ、そうですね、髪色もなんか 暗くなってあ、これはそうです、あのちょっと CM の撮影があって、なんでちょっと暗くしてくれ、あの包茎の CM です。そんなことやってんですか。はい、包茎の CM に出てきました。包茎の CM 何やってんですか。あのタートルここまで被るやつですか。あ、タートル、そうです、本当にタートルネックの CM、 私出てるんですよずっと。え、そうなの。はい、見てください。え、何何見、あ、テレビで流れてます。あの上のクリニックのウェブサイトでも見れます。それ普通、あ、男子がやってるじゃないですか、はい、ここまで。あ、お前やってる、こうなってる男の子がこうなった瞬間にってやるやつで、あ、抜けたねっていう顔をする、笑顔でってことですか、はい、の新 CM を撮ってきて、初めて、そうです、ちょっとウブな女の子にしてほしいって言われて髪の毛を暗く、あ、それじゃあコンドームを意識してるんですか。違いますから。ノーヘルです。あ、いつもノーヘルで行くんですか。違います、今日はノーヘルです。あ、今日はノーヘルと、はい、呼んじゃっていいんじゃないですか。いや、もういちいち呼び込まなくていいと思います、どうぞ。雑だな。すいません、あの皆様、私は登場を勝たせようと頑張ったんですけど。ということは前回のガチスポはパチスロはあなたが勝ったということですか。パチスロは負けました。なんでここにいるんですか。じゃあ実は月スポ出演権をかけた戦いガチスポで朝比奈の順位は3位だったのだが、1位の登場は NG 商品を選びまさかの脱落。さらに2位の大月響はスケジュール NG で出場辞退で、結局の朝比奈という大波乱が起きていたのです。一番最下位にしたのに繰り上がって勝っちゃったんですよ。もうね、お前もう目が充血 CG で怖いもん。なんでしかもここまで何で来た。自転車で来ました。ね、自転車で来たんですよ。恐ろしいじゃないですか。これでガーッてました。そうです、そうです。つけまつげ、これ違います、まつげエクステル、もうそれさえイラッとするからね。もう今すぐ切りでカットしたいですね。収録あると思って昨日つけてきたんですけど、うん、なんで充血してんの、興奮してんすか。いや、やっぱ緊張して寝れなくて昨日一睡もしてないの。唇がプルプル震えてる。誰もいじめてないよ、はい、いじめてないよ、はい、ただちょっとうざいなって思ってるだけなんで。ひどい。いや、もういつも最後かもしれないと思って緊張して。よかったね、また出れて。よかった。も、ね、次も来れるように頑張ります。朝比奈最終回ということで。でも結果的にはガチスポ2連勝。そうですね、そうです、本当になんか運と、あの勝ちたいっていう気持ちだけがピカイチなんですよ。朝比奈のことはさておき、今回のムフフ女優はすげーぞー。今回ちょっと今までと違うかもしれないです、はい、匂い、どんな匂いします。ね、バレンシアオレンジ。バレンシアオレンジ、国じゃないんですか。今回だからバレンシア、スペインですよ、やっぱりスペインですよ。まあそうですね、もうしますね、これスペックご紹介していいですか。もう動いただけでしますね。匂い、オレンジの果汁が確かにね、風が匂いそうな、カタルーニャの香りがします。もう呼び込んでないのに、呼び込んでないのに来ちゃいましたから。どれだけで流れなんだよ。ということで、はい、松本メイさんです。まずね、ここについてるオレンジ気になると思うんですけれども、スペックをね、はい、お伝えしたいと思います、はい、上から90、59、86のジャイアンツカップ。すごくない、これ横。もう日本人なんですか。はい、お父さん日本人なので。お母さんは。お母さんがスペインです。やっぱり、やっぱり、もう肌の質感が違うんですよ、まあ、一番だから色の多分濃さは朝日奈と同じぐらいじゃないですか。ちょっと焼けた感じじゃないですか。確かにその全然違う、わかる、中トロみたいな感じですよ。油も油乗ってる。お前なんだそれ、あの
焼け焦げたエイヒレみたいな感じじゃないですかこれ。エイヒレはひどい。エイヒレはひどい。なんでここも違うんですか。だってさ、なんかさ、その横がね、ちょっとさ、走るとすごいんです。わかる。今日朝急いでたら、うん、目線がすごいなと思ったら、あ、揺れるから。ノーブラで来ちゃったんです。ちょっと危ない。ちょっと待って。いろいろちょっと、え？これどういう服ですか？これ。これは肩が出てるんです。え、今どうなってる？布一枚で。え？いやいや、ちょっと。見ましたよ。あ、見えました。今事故じゃないですか今。え、も生もろ生、はい、生っすね。生々しいものが。あっお山が2つですよ。え、先端まで見えました。なんかちょっと、はい。これはもうダメですね。もう打たなくていいっすね今日。本当ですよ。くださいよ投資額私に。いかがでしょうか今日の目標は。多分今までかなりの数の目標女優さんに出てもらったんですけど、初めてだったじゃないですか、ああいう健康的な美人。ガチで付き合いたいんですけどね。本当にもう一緒に遊びたいです。海とか行きたいです。ドライブとかしたいです。タバコをこう加えたら横から火、手伸ばして火つけてもらいたい。サザンを流しながら。ちょそこを目標にします。これ本当にちょっと飛んで、ほらあゆゆゆゆってなってるの。やっぱこれはスペインのやっぱ血ですよ。もういつまでも いつまでも見ていたい。これはね、見てられるですよね。汗が止まんない。世の中にはこの子のムフフ作品があるってことでしょ。素晴らしいよ。見るよ。さっき実はその来られた時に来て、あ、おはようございます来て、じゃあちょっと失礼しますって、こうやって歯を磨いてたんですよ、うんうんうん、めっちゃかっこよかったから。あ、歯ブラシになりてーってずっと思ってたから。そんな目で見てたんですね。もう一度、あ、歯ブラシになりてー。歯ブラシになりてーって何。なんか健康的じゃないですか、うんうん、見た感じ、うん、だレア子役とかないんじゃないかなと俺は思うんですよね。いや、しっかりございます。読んで。俺の乳首エステ、誰にも教えたくないくらいの絶対に乳首をお留守にしない高級乳首エステティシャンです。俺の乳首エステ、私じゃないですか。3回乳首って出てきますからね、タイトルに。男性の乳首をどう忘れないんです。何してても絶対忘れないんです。乳首を意識して絶対に。例えば何か違う行為をしてても必ず手も乳首にあるってことですね。手はあるっていう。あ、じゃあパチンコ打っててもずっと乳首は触ってる。まあ忘れない。そうです。でこうトイレしててもお風呂に入っててもずっと触ってる。で、かしなまボタンを押すときはこうこうかですね。こっちを押してもいじって下皿に加えるときもこういじってですよね。まあパチンコしか出てきませんけどね。まあでもつまりそういうことです。ぜひエステを体験したいですね。まあ、もうここ見ちゃったので。そうですね。まあ、俺も見せてみたいな感じですよね。いや、ちょっと意味がわからないですけど。ですよね。まあ、エステしてもらったらいいんじゃないですか、今日。軽くね。なんコパトーンの匂いがするんだ、やっぱな。何コパトーン。え、コパトーンご存知ない。そう、なんか、やっぱスペインって感じするわ。知らない。今、日焼け止めなんて世の中にたくさんある。何塗ります？オリーブオイルですか、やっぱ。あんまり塗らない。あ、もうそのまま。そのまま。いや、ホラーの意味がわからない。ホラー、コパトーンって言ってほしかった。じゃあコパトーン塗らしてもらいましょう、よかったら。マジで体に。夢っすよね。この辺に。あ、それこう寝そべっちゃうとこうっすよね。そう、塗って、それを写真撮りましょう、今日。マジか。勝ったらですよ。テンション上がってました、はい。勝ったら。さあ、勝敗はどうなるのか。今回の対戦棋士はあの名作が新たなスペックで帰ってきたアステカ太陽の紋章。ルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では松本めいちゃんが情熱のセクシーショットを届けてくれるぞ。ご期待あれ。さあ、じゃあ今回はアステカっすね。まあ俺ちょこちょこは打ってますけど、なんか全然よくわかんないです。
勝てばいいんです、今回は。っていうか勝たなきゃダメ。いやー取りたいっていうのはもちろんあるんですけど、取りたいとかじゃなくて仲良くなりたい。今日はさっきちょっとあれなんですよ、話したんですよ2人ずーっと、でずーっと2人で話した後、朝比奈をパッて見たらうっこにしか見えなかったですから、朝比奈が頑張って。ひどい扱いをされ続ける朝比奈だが、スロットの勉強はバッチリだぞ。そう、これの時にこっち左青菜の狙ってる状態でこのサボテンが滑ってきて、どっかにサボテンが来ました、右で右フリーで打つでしょ、でサボテンがどっかにテンパイした時は絶対サボテンだから真ん中に狙わなきゃいけないんだけど、それが外れた時点でリーチ目っていうので何かしら当たるの。それが一番分かりやすいのがハサミ打ち、どこでも打っていいんだけど青菜が一番分かりやすい。おっぱいでかっ。基本的にさ、スロットに出てくる女の人っておっぱいでかくない？でかい。ちっちゃくても嫌だよ。漫画でさ、貧乳ってあんまいなくない？でも貧乳の好きな人口もいるわけだからさ、子供と大人と区別してんじゃないの？あー、そういうことか。よくわからない女子トークを展開していると、何を引いたんだ、あ、リーチ目出てる、これリーチ目だ、ちょっと白菜狙ってみて、白菜やられますね、あいつ腹立つわ。今度はものにしたい。50%は当てないと。あ、大丈夫かな、セリフ側か。よし、さあ行った。これで ART に入りました。ここでようやく魚徳が ART をゲット。おら、来た来た、アステガラッシュ。ただ ART も何も引けないとスッと終わっちゃうんでね。さあ、ここから50ゲーム始まります。さあ、この50ゲームでどこまで伸ばせるか。ラスト1ゲームのところで何か引いたぞ。弱地に何事もなく終わりました。20ゲームのスタートで70ゲームで88枚ですね。あのボーナスけどやっぱそんな増えないですね。まあとりあえず箸休めみたいなもんですね、まずはね。てかさ、乳首エステってどうやってやるのかな。
調べてみなよ。ないもん今。ネリネリすんのかな。エロそうだよね。なんかすごそうだね。してもらえば。でも多分おっぱいない人って乳首感じやすいからと思うの。何を言ってるの。意味不明な貧乳あるあるを語っていたその時、ゾーン入らず。魚卓の席に何やらスペインの香りが。調子はどうですか。ダメだよ、全然ダメだよ。ダメですか。全然ダメだよ。居住バトルは勝ちました。一回 RT に入ったんだけど、スッと終わっちゃった。あ、残念ですね。じゃあ私ともバトルします。する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 めっちゃするめっちゃ見た。どうすればいいの俺。巨乳バトル。巨乳バトル何すかそれ。じゃあ私が問題を出します。はい。情熱の国、はい、スペインに関するクイズです。はいはいはい。もし魚卓さんが正解したら私が乳首エステをして差し上げます。じゃあ俺そのクイズに正解すればいいんですね。はい、わかりました。でも負けたら、はい、成瀬さんがしてくれるそうです。イエーイ。いや、それいらないかな。あ、そっちのエステいらないかな。それマストなの。あ、マストです。あ、マストです。絶対です。あ、わかりどうしますか。挑戦しますか。当てればいいんだもんな。当てればいいです。やります。はい、やります。はい、行きます。4択です。4択。じゃじゃん。次のうちスペイン語はどれ。1インポ。スペイン語っぽくちょっと発音してみてください。わかりました。1インポ。はい。2マッチョ。はい。3ぶっかけ。はい。4なめこ。これ今の発声を聞いて分かっちゃいました。分かりました。分かりました。分かりました。いきますか。いいですか。当てていいですか俺。当てますよ。俺当てますよ。当てちゃいますよ。自信ない。はい。4番。4番。4番。不正解でしたので、ナルシさんから乳首エステのお箸を。しょうがないよ。出してごらん。この辺ですか。はい。いや、いやいやいや。おかしいだろ、まあ、ありがとうございました。頑張ってください。まあ安の定って感じですけど、全く得はないですよこれで、ね、次のクイズは頑張る。番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚卓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚卓と成瀬の月とすっぽんぽん。もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと。すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚卓と最強素人ナルセココミエンドガチスポでまさかの棚ボタン2連覇を達成し、気合十分で参戦した朝比奈由紀。今回の実践台は業界初のプロジェクションマッピングが搭載され注目を集めるアステカ太陽の紋章。
魚拓の頑張り次第では松本めいちゃんがパッションあふれるセクシーショットを届けてくれるぞ。ご期待あれ。スペインの情熱を受け継ぐめいちゃんに魚拓はすでにマジモード。ちょガチで付き合いたいんですけどね本当に。で前半戦はというと、成瀬が早々にボーナスを引き目押し成功でテンション上げるも ART には入らず。一方魚拓は ART を引くも88枚で終了。両者パッとしない展開に。88枚ですね。あのボーナスけどやっぱそんな増えないですね。では後半戦スタート。しかしあまりに退屈な展開に成瀬はなんか呪文かけてよ。ごぼうの呪文で当たるはずもない。クニャリンコだね。やめろやめろ、番組に持ち込むな。おお強チリ、ちょっと遅いな。まさかのフニャリンコで強チリもしかして逆チリ。いいよ、いろいろ引いてるよ。かなり近い。足取りを探せ。今のは強チリかな。重ねたね。弱チリ引いた後だから高額でしょう。これは行くんじゃないかな。不安な展開のままバトルへ突入したが期待度は 50% だぞ。そして魚拓も厳しい展開。成瀬の様子をやたら気にしたその時、強チリ中よりプレーが1個いったんで強チリを引きました。っていうかそもそもボーナスが引いてもよくね。まだボーナスゼロだぞ。あ、強チリ、さあここで引いた。50バトルいきました。さっきは 50% で仕留めました。いやー、こうやっていきないな。あと4ゲーム。
けない。さあラスト、ダメだ、 10% 10% はねえよ。だよな、残念。赤、赤セリフが出た。はい、赤龍警戒エリア。さあ今度こそ、さあ今度こそ行きましょう。大丈夫、入ってんだな。これ何か引くとチャレンジタイムっていうのに行くのね。それで増やす台。まずは何かを引きましょう。特に何も引けぬままアステカラッシュ終了。終わっちゃった、突き抜けちゃった。全く出る気しねえなこれな。本当にこれ移動しようかな。俺2枚使ったんですよね。もうちょっと待って、他の騎士、他の台見に行くわ。これ出る気しねえわマジで。ではここでナルセと魚卓のムブート。イエイ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 じゃない。どうももう一番のお気に入りコーナーですもんね、ナルセさん。そうですね、このために今日来てるんで、ね、はい、はい、東京都の読売巨鎮軍さんからです。はい、魚卓さんとココミちゃん、ムフフ女優さん、こんにちは。こんにちは。私はこのコーナーが大好きなのですが、子供と一緒に見てるときどうすればいいのでしょうか。テレビでエッチなシーンなどが流れた際、親として最高の対応の仕方を教えてくださいということで。まあこのコーナーに限らず、この番組を子供と一緒に見てちゃダメですよね。そこでもう子供って言ってもいくつかって話ですよね。
まあそうですね。でもこの書き方だとまあまあちっちゃいんじゃないですか。で一番見せちゃいけないというか危ないのは小学高学年ぐらいですね。こうやってあのうんって前を押さえる感じ。小学生理解できますかね。結構レベル高いじゃないですか、うん、の言ってることとか、うん、だって乳首 S ですよ。だからこれをこれをゼロフラットの状態エロのフラットだと思われると困るっていうことです。家の雰囲気にもよるじゃないですか。その要はじゃあ例えば家族と一緒にリビングでテレビを見てます。その時に濡れ場が出てきましたって言うとあーってみんなで笑える感じの家庭でした。私は、はい、こうやってやられました。見ちゃダメ。でも大人になってからは気まずい空気が流れて、ね、見てます。ちょっとこう唾を飲み込むタイミング考える感じですよね。ですよね。どっか行きます。ですよね、ま、前向きにというかみんなでハーってエロいなこれって言える。いやーそれは無理だよね。お互いに気まずさがあるからかといってこうやって変えるのもあからさまじゃないですか。でもそういう家庭がいいですね俺。まあ例えば子供、まあ子供さんも中学生高校生ぐらいなんで、まあ、なんとなく意味が分かるようなぐらいに大きくなって一緒に見ててチクベースやってよお前もやってもらえば彼女にはみたいな感じの家庭が俺はいいですけど、まあ、中高生の男子だったらいいですよ。よしよだからそれもじゃあお母さんの見ててもう全くバカなことをしてるのはねダメよそんなチクベースなんて彼氏にしちゃみたいな。どうですか。どうですか。まずお母さんに聞くよね。チクベースとはってでそう お母さんにしたことあるのみたいな。お母さん乳首エステしたことあるって。パパにしたしたしたしてんのエステしてる乳首ちょっと待ってそんな娘いないの聞き方嫌です。そんな娘そういうのもあると思うんですよ。まあそうですね。あでも実際あるんですよ、ね、本当に実際に私のファンの女の子はなんかお母さんと毎週一緒に月スポ見てますって言ってくるんですよ。その子は結構若い子なんです。しかも若くて可愛い子なんですよ。なんでって聞くんですけど面白いすごいなと。じゃあそうですね。だ家族で見てての笑いどころがどこなんだって話ですよね。あれココちゃん何こんな番組やってんの。ちょっとみんなで見よう、みんなで見よう、やめてください。スキスポだけは見せたくない親に。いやいやいや、まあ、俺らは見せないように注意して。そうですね、できればみんな見て。そんな家庭もありなんじゃないかとね。みんなでね笑い合ってくれたらいいなと思いますよ。自分は死にくせに自分はできない。あせかあげられました、あげられました。ちょっと違うな今日ってわけで俺好きな役者いましたね。キャプテン翼。なんか俺前々回か南国がダメでパトラッシュ移動したってなりましたけど、あの時でも当てたんだよな俺な。ちょ今日も一発ぶち当てて、そこまでの今回差はついてないんで、当てて SC にぶち込めばもうもらったようなもんよ今日に関してはね。何してるんですか。何してる見てわかんねえのかい。キャプテン翼打ってんだよ。キャプテン翼打ってんだよ。見てわかんねえのかもね。わかります。パチスロライターさんですよね。キャプテン翼違います。違います。あ、人違いでした、ごめんなさい。多分人違いだと思うのによく言われるんですよ。あ、そうなんです、はい、似てる人がいたものね。あ、本当その人いい人でしょ。え、すごくいい人でしょ。すごいカツです。かわいい。なんか言ってやって。どうですか調子は。めっちゃ悪い。エッセしてくんないと。いやいや、お前じゃない。いや、お前じゃない。お前じゃない。いやいや、腫れるからあれ2回目腫れるから。まだある。情熱的な乳首エステをかけたこの問題、スペインを漢字で書くと、え、誰だと思う。わかる。お前わかるの。ガチの顔。
かスペインとは読めない。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解は4番です。痛い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 、当たってたマイク。今日俺ここまで何もいいことないよ。ポチドロも当たらなければクイズも当たらない、番組めっちゃ晴れてるからな。まあとりあえずこれで逆転すから翼でドライブシール決めて、なんで笑ってんだよ、笑うのじゃねえよ、頑張ってください。え、まだ打つの？あと1000円打ったらどうしようかな。空いてるから待ってるからなので待ってるから、頑張ってください。あ、頑張ります。かわいいな、頑張ってください。何してんの、何してんの、やめろよ、俺のおっぱいだろ、俺のおっぱい、やめて、やめて、やらけ、すごい、やばい、当てる、絶対当てる大丈夫だと思う。ドライブシュート決めてやります。すると成瀬も間もなく2万円、朝比奈が助っ人らしく移動先をリサーチに。そんなまだ回ってなくて、良さげな台っていうのがね、ないのよね。翼行く？え？翼？翼やめよ。翼やめよ。どうしよう。ダメだよそれ、あの人に踊らされちゃダメ。決めてよ助っ人。これ。わかりました。ガッツ？まだガッツ3つ、ガッツ1つ、いやーガッツ6つ、ガッツが足りない。いやガッツ足りないってちょっとこの S あんま来ないですけどいやガッツ足りないって言われてもな、俺相当ガッツある、ガッツはある子だと思いますよ俺。椅子が置けないので立ちながら見学します。もうジャグラーは打ち慣れてるでしょ、結構打ってるでしょ、めっちゃ打ってる今すごい念を送ってるんだけどさ、カレーってやった、とりあえずもう一周行きましょう。ピアノさん、ピエロ先生、いや早く ST やりてえな、もう翼が一番面白い、やっぱ ST 中ですからね、 ST 中たまんなく面白いんで、本当に今までその ST 機っていうことで言えばもう本当トップ3に入るぐらい ST は面白い。まあとりあえず当てないと、そこまでは我慢しよう。だまあ最初は捨てが言ったじゃないですか、でなんか話によると成瀬は今ジャグラーに行ったと。あのね、こうもう勝負事ってそこでね、まあアステカっていうレートがあって、だいたいその出玉性能があって、それを下げちゃダメ、移動するときはもう上げなきゃダメ、その出玉性能を落とした台に行って俺いい思いした方なんてほとんどないからね、やっぱここはもう勇気を持って上げるっていう。すぽんぽん、すごいみんな元気ないですけど、どうしたんですか。いやもう言っちゃっていいですか。いいですよ。はい、魚拓さん0枚、ここみちゃん330枚ということで
でココミちゃんの勝利となります。出てんじゃん。足りない。勝ったんだよでも、うん、いや勝ち負けは別にどうでもいい。じゃあいい、俺の勝ちで。え、俺の勝ちでいい。全然いいです。いいのかよ。でもアステカはその設定のんじゃなくてやっぱ刺さんないときついって言ってました。はい、私あの前回大打ちしてたんですよ、アステカを。ですごいいい展開ばっかりのところを打ってて今日ワクワクしてきたんです朝から。あ、寝れなかった。そう、アステカに興奮してキン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 してきたからもう今ショックが大きいです。俺あのデカチリがずっと乳輪に見えてたからね。どこをどうやったら見えるんですか。でも俺いろんなそのチアの格好の方、はい、見てきました。別にこの番組以外でも、うん、多分世界で一番似合いますね。でも確かにね、一番今までで一番チア似合ってるかもしれない。一番似合います。しかもノーブラチアでしょ。ノーブラチアですか。そうですね、持ってきてない。うるせえな、お前もう本当腹立つ。なんかもうなんでですか。お前それ G-SHOCK さえ腹立つからね。なんでですか。なんなんだよね、本当。下託ショックですよ。なんですか、下託ショックってなんですか。え、知らないんですか。ぜひガチコを見てください。スポン見れば答えが分かるんですか。はい、分かります。答えっていうほど盛り上がってないですけど。いやでも本当に似合うね。これ似合うね。しかもちょっとなんかその肌質にすごい合ってる。そうなの、本当そうなの、うん。でもあんま嬉しそうじゃないよ。恥ずかしい。いや、ポンポンを用意してほしい、そろそろ。あ、ね、もしかバトンだよね。あ、バトンね、うんうんうん。いっぱいあったんですけど何が人気なんですか。いや人気というよりも似合う。これ正解です。あ、正解です、うん。一番着やすかった。ちょっと楽なの。ちょっとなんかチアっぽい立ち姿を見せてちょっと。ここいやいや。何が何が俺やってるじゃないかよ。ね。ダメですか。ノーブラだけじゃダメです。すごいね、仏だね。可愛く、はい、エロく撮ってあげて、はいはい、ちょっとセクシーにアピールしてもらえると、ね、喜ぶかな。どこまで OK なの。もう全部言っちゃっていいです。全部まあでもできる限り、はい、できる限りでいいです。モザイクは入るんだ。あ、こっちで全部なんとかします。なんかなったら。よーい、スタート。こんにちは、松本芽衣です。こんにちは。今日はお邪魔させてもらってありがとうございました。ツイッター、インスタグラムやってもらうのでよければフォローしてください。かわいい。作品も毎月何本か出てます。あ、いけ。で、今日はチアの格好です。朝日奈カメラマン、いいとこ撮って。今日いいとこ何にもないから、ここしかないから。 OK。 攻めろ攻めろ攻めるよ。おー、攻めて攻めて。いいよ。チアの色と G-SHOCK が同じ色だ。あ、あうわ、これ大丈夫、これ大丈夫、これすごい。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。どういう気持ちで変えないか。毎週木曜配信、魚拓男性の口とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。